はい、こんにちは、メンです。じゃあ今回ですけども、ヨハン・クライ選手の育成を、紹介していこうと思います。やっちゃいましたね。オランダナショナルエピックガチャでね、ダービッツとスナイデルと一緒にやってまいりましたね。このクライフ選手、クライフターンっていうのがね、もうアイコニック的な技だと思うんですけど、フェイントの。今日はね、そんなヨハン・クライフ選手の育成をどういうふうにやっていけば、よりこう彼の良さが生きるのかっていうところをこう紹介していこうと思います。こちらですね、シュート6、パス8、ドリブル8、クイックネス8、脚力8、エアバトル4。ちなみにこちら TS100 にするとこのような数字になります。いやー、これね、ちゃんと100になりますよね。ちょっとこのね、総合値とか99になると思うんですけど、僕97になる、たる、なる型でしたね。97ですね。まあでもね、僕はね、この育成が一番強いと思うんで、その理由とか、実際クライフがね、どういう感じでゲームの中で動いてくれるから、こういう風にしたっていうのを紹介していこうと思います。まずね、クライフ選手は、まあ、オランダの選手で180センチ、27歳。まずクライフ選手はね、180センチ、74キロ、右利きの選手ですね。で、オランダの国籍になってます。で、ポジションとしてはね、CF が一応こう出てて、あとね、ST、セカンドトップとOMF ができるんですけど、僕はね、CF で使うのが一番いいのかなと思ってます。なんでかっていうと、OMF で使うと、結構そのパスがやっぱり大事になってくるんですけど、パスが別に90素でいくわけでもないし、まだそのスルーパスとか持ってないんで、OMF で使うの結構難しいんですよね。なんで、今回は CF で使って、偽9番型の育成を考えてみました。いや、その偽9番型の育成がかなりね、いいと思うんですよね。リンクフォワードっていう感じなんで、結構こう中盤とか下がって、まあ、中盤まで下がらないかもしれないですけど、ちょっとこう下がってスペースで受けに来てくれるんで、パスの潤滑剤的な感じでね、いい感じのところで顔出してくれるんじゃないかなと思います。で、スキルもかなり優秀で、アクロバティックシュート、キャプテンシー、ジグラタン、エラシコ、ヒルトリック、テーダンドロブ、ルーレット、ワンタッチパス、ワートスピン、キック、ボックスピンの部分持ってるんですけど、ワンタッチパス持ってるんでね、こう落ちてきてくれて、ワンパでパンパンみたいな感じで、繋いでくれてね、あそこ直でパス出したかったけど、コース塞がれてるな、すけも、とりあえずグライフに出して、中継してもらってパス出させてもらったりとかね、なんかそういう感じで使うといいかなと思います。なんで、2トップ、1オンフの方面とかで使ってみて、で、実は無風2人いました。クライフ2世9番で、実は無風みたいな感じなんで、でした、みたいな感じ使ってみてもいいかなと思ってます。ちなみに TS100 にするとね、こういう数字になります。いやー、なかなかいいですね。もちろん尖ってもいるし、何でもできるし、みたいな、かなりすごいです、これ。だって普通にドリブルとかもね、100で91、91、88いきますし、パスもね、85、87ってこう高い水準ですし、決定力もね、85いくんで、もうパスもシュートもドリブルもできちゃう、しかも足も速いみたいな。なんかそういう感じでやってるんで、もうかなり万能型ですよね。で、まあそういう感じに、2世紀みたいな感じで、こう、まあチームのパスの潤滑剤みたいな感じで落ちてきてくれて、ワンパでパンパンって叩いて、来てくれると同時に、こう、叩いた後はね、持ち場のオフェンスセンスを生かして上に上がってもらって、トラップして、またシュートでもいいですし、コントロールカーブとかでも、あとアウトスピンキック持ってるんでね、なんかそういうのも入ると思うんで、いろいろやってもらえたらいいんじゃないかなと思います。ちょっとね、ダブターついてないんでちょっと惜しかったんですけどね、まあ、なんとかルーレットで、まあ、こねれなくはないかな、みたいな感じもあるんで、このドリブル数値もあるんで、そういう感じでクライフを使ってあげて、たらすごい活かせるんじゃないかなと思ってます。まあね、この育成はすごいおすすめで、僕もこの育成にしようと思いますが、まあ、この育成が全てでもないので、もし他にね、こういう育成してこういう風に使ってみたんですけど、すごい良かったですよとかあればコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。あと、もしね、この育成を参考にしてくださる方がいたら、ぜひね、コメント欄で使用感とか教えてもらえると嬉しいです。じゃあね、動画いいな、面白いなと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。で、今日はこれで以上になるので、今日も明日も仕上げ上でした。失礼します。